誰かが僕の代わりに授業やってくれるんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、1時間ですので、ぜひ頑張りましょう。さて、後半の話を始めたいと思いますが、その前にいくつか先ほど質問がありましたので、ちょっと最後の打ち合わせについて早速説明していきますけれども、まず、この最後の方で、FSC というのはこう出てきたんですけど、どうやって出てきたんですかという質問がありましたので、一応確認しておきますと、上のですね、1行目にラージ X の定義を書いてます。で、これを単純に X で微分してください。で、そうしますと、左辺はラージ X になって、右辺はスモール X ですね、最初の方。で、次の方は、X マイナス A という一時の、X の1の微分ですから、これ B マイナス A 分の XB マイナス FA という、共通だと思っているという形になっています。で、結果的にこういうものに、この C を代入させていただいてあります。というのがまず1点目です。で、それからあと、2点目は、この黒板の右側のこのグラフはどうやって、この黄色い曲線ですね、この黄色い曲線はどうやって出てきたんでしょうかっていう質問がありましたけれども、もう一度説明しますと、もともとの、考えていただいて、こちらの白い、左側の図のこう白いグラフなんですね。で、これに対して、この HFX という黄色い直線を考えて、で、この HX の下側の部分だけ、これ全部、まっすぐ下に引き下げて、この FX を下に引き下げてと。だからそれがこの HX を引いている部分なんですが、まあ、その結果として、この左側の図の白い曲線が、まあ、右側の図ではこういう、まあ、黄色い体形の曲線にこう転換されたというふうに見てください。で、ここで、ご利益としては、この黄色い曲線になりますと、観点 A と B でのこの関数の値が等しくなりますので、これでロールの定義を使って証明ができますという話です。はい、そこ で一応平均値の定義をやりましたので、一応その、まあ、応用として導かれる性質ですね。これも皆さん高校の数学でよくやってると思いますが、それを一応説明しておきます。教科書では57ページです。で、先ほどもちょっと説明しましたけれども、ある区間、I における、F の導管数の性質から、元の関数ですね、に関する情報を得るというので、こう平均値の定義というのがよく使われております。ので、それをいくつかこれから見ましょう。で、まず最初に、定理、教科書で定理 2.13 と書かれた定理があります。
で、まずその説明を読んでいきます。この FX、まあ、例によって FX なんですが、 FX は回復感ということで、まずこの証明をしてみましょう。この続きを思いついた人といいますか、もしかしたらすでに気づいた人がいるかもしれませんが、実はこの F というのはこういう過程がありました。回復感 I の全ての点で微分係数は0です。でしかもこの今この X っていうのは与えられた回復感 I のですよね。なぜかというと X っていうのは i から AB の点なんだけど、この A と B がともにその i から i の中の点だから、そうするとこの X っていうのも当然 i の点になるんですね。で仮定から、FX における F の微分係数は0である。
ますと、これ結局ゼロになるんですね。ゼロになるので、で、この この部分が、まあ、ゼロになります。で、じゃあ分母と分子がどうゼロどうなるかっていうのをよく見ると、まず分母を見ますと a と b は等しくないとありますから、分母は0だから、これ全体が、式が全体が0に等しくて分母が0でないということは、分子が0になるしかないということで、このことから、FA イコール FB だということが言えます。ここまでで FA と FB が、まあ、等しいということは言えたんですね。で、さらに、じゃあこの FA と A と B っていうのはどこから持ってきたかというと、I の中の、まあ、勝手な点として出てきますね。だから I から、こういう代償関係を満たして、どのような形でこう A と B を取ってきても、FA と FB は等しいということに繋がります。すなわち、上に i に2.2 かける i の値は等しい。まあそんなもんかというふうに、思えれば、まあだいぶ理解ができているんじゃないかというふうに思います。ここまで何か質問などありますか？これは大丈夫そうですね。はい。それではその平均値の定義の応用としてもう一つ定義を示します。これも教科書同じく57ページに定義 2.14 として書かれているものです。これはやはり皆さんよく親しんでいると思いますが、同関数の、政府から正とか負のから関数の増減を知るという話で、で、まあ、fx が、入った i の微分化を落とします。で、この時に、2つ事実があるんですけれども、1つ目は、i において、
常に相関数の値が正ならば、F は単位において半長方形。まあ、これも多分皆さん、ああ、じゃあ、まあ、当たり前じゃんという話だと思うんですけれども、でもう一つは、まあ、大体想像つくと思いますが、y によって常に同関数が負ならば、f は i において、こんな単純に。多分よく知っているであろう、あ、皆さんよく知っているであろう事実なんですが、まあ、これも実は平均値の定理を使って示すことができます。でそこで、まあ、こういうですね、まあ、定理をその証明しようと思ったときに、今、まあ、ちょっと皆さんにも考えてもらいたいんですけれども、例えば、今ですね、示すべきことは、例えば F は単調増加であるということを示しなさいと言われたら、まず、この単調増加の定理を思い出しましょう。単調増加の定理、皆さんすぐに言えるでしょうか。一応忘れちゃったなという人がいたら、これこの授業でももっと前の回でやっていますので、ぜひ思い出してください。単調増加というのは、まあ、X1 と X2 というのがあって、 X1 でよりも X2 の方が大きければ、その F の値ですね、F の値は X1 における F の値より X2 における F の値は常に大きいと。常に大きいというのが関数の単調増加の定理です。ですので、証明の方針としては、まあ、一番を証明しようと思ったら、この左辺のこの条件から、これを示すということになります。実際にその証明を見てみましょう。丸1の、単調増加の方を証明してみましょう。丸1すなわち仮定は F の同関数が正という仮定がありました。で、証明の仕方は先ほどのこちらの定理、右側、ここは右側の定理とよく似てるんですけれども、まあ、A と B をこの体育館 I から取りまして、で、まあ、A よりも B の方が真に大きいものを取っています。で、そうしますと、やはりその平均値の定理を使って、まあ、ある x ですね、ある x っていうのは、体育館 AD の中の、値なんですけれども、ある x が存在して、
この平均値の定理の等式を満たすと。いいですね。で、やはり先ほどの証明と同じようにところがと続きまして、ところが、この回数間 AB において、今、区間 I において、微分係数は常に正ですから、そうしますと、まあ、ここがこう正なわけですね。で、今度は、この条件、この有理式が正の条件で、分母の大小関係、分子の大小関係、分母の正規、分子の正規がどうなのかということをこう見るわけです。で、今、この有理式全体が正だということが言えてますから、じゃあ、分母はどうかというと、分母に関しては、ここにありますように、B が A よりも大きいですから、B マイナス A というのは正なんですね。そうすると、分母が正だ。で、全体が正で分母が正ですから、そうすると分子も正でなければならないわけですね、当然。で、分子も正だ。そうしますと、FA というのは正だということが導かれて、これ FA を右辺に移行しますと、D の方が FA より大きいという結論になるわけですね。で、ここまで何を言ったかというと、A よりも B の方が大きければ、FA よりも FB の方が大きい。で、これは先ほど確認した関数の単調増加の定義を満たしてますから、故に、F は、F は、I において、という結論を得ることができます。ということで、今回はその1番の方ですね、その単調増加の方だけ証明をやりました。で、同じようにして2番の単調検証の方もできますので、これは一つ皆さん自身でやってみてください。で、一応ここまでが大体平均値の定理の、まあ、応用として導かれる性質なんですけれども、まあ、こんなふうに非常に、まあ、当たり前のような示し方なんですが、皆さん当たり前のように思っているということは、その当たり前に使っているということで、当たり前に使っているというのはそれだけよく使われるというんですかね、だからそういう意味では大事な性質であるというふうに思います。ですので、まあ、そういった関数に関するその基本的な性質を使っているのも、このように平均値の定義のご利益で我々が使っているということを話しておりました。では大体平均値の定義に関してはこのぐらいにしまして、
次はデイビーの話を聞きたいと思います。ちなみにテイラー展開は皆さん使ってますか？日本人の中で使って、名前ぐらいは聞いたことはありますかね、皆さん。で、でまあ難しいのはそれをなぜこんなことをするかとか、そういったことなんじゃないかと思うんですけれども、まず。このテイラーの定義、皆さんこう実際に経験したことがある人も多いかと思いますが、どういうものかって言われて、まあ、なかなかうまく説明が難しいかもしれないんですけど、与えられた関数を見ることができると思います。で、一応この微積分で我々が使うもの、もしくはこの皆さんが、これからこの物理を勉強していく中で使う関数というのは、物理だと初等関数以外にも出てくると思いますが、まずは初等関数から扱うんですが、この初等関数っていうのがなかなか癖物で。まず初等といっても、なかなか実際に扱うのは初等というほど簡単ではないということが多くあるわけですね。で特にいろんな問題を解く上で関数の振る舞いを調べるというのが必要になるんですけれども、例えば任意の X 乗とかログ X とかっていうのを任意の点で振る舞いを調べなさいと言われても、なかなか手をつけるのは難しいので、でその点、その多項式なんていうのは、実際にこう指則演算で、加減乗与でこう値を求めたりすることができますから、あるいは展開したりとか、それからかけたり、かけたりとかですね、そういったこともできますので、でそういったことで、難しい関数を多項式や級数で、表すことができたら、かなり有効なのではないかというふうに思えるわけです。でそれとあと、微分の定義のところでですね、実は微分とはこういう意味を持つものというのを言われました。例えばその F を、ある辺 A で考えたときに、この A に何か小さい値、デルタ X を移動したときの F の値というのは、実はこの A における F の値に、この A における F の同関数を使って、で、それともっと小さいお次の通りですね。例えば、こんな関数があったときに、A で、A で F の値が求まっていたに対して、これは型の金が F'
私のような直線なんですけれども、その A プラスデルタ X に対するこの F の値というのは、実は、この傾きが、F ダッシュ A のような1次関数プラス、なんかお次の項という形でこう表せると。これが、まあ、その一次式で近似した中でこう一番良い近似を表すのが微分だというようなことを言ったんですけれども、じゃあ例えばここではそのまあデルタ X に関する一次式で元の関数を近似しようとしていたんですが、これの近似をもっと良くしようと思ったら、このデルタ X に関する実数をもっと大きくしていって、もっといい近似を求めることができそうな気がするわけです。でまあ、そういったことを実は考えていますと、このまあテイラーの定理を使ってこの関数を多項式に近似するというアイデアに行き着きます。ということで、じゃあまずそのどこから手をつけようかなという話なんですけれども、まあ、いきなり一般の関数を相手にするのはなかなかこう辛いところがあると思うので、まあ、皆さんの中には辛くない人もいるかもしれませんが、少なくとも僕はちょっと辛いなと思うので、まずは多項式を例にとってみましょう。多項式を多項式の係数をですね、多項式の係数を同関数から求めていきたいと。で、これ具体的にはそのどういうことをやりたいかというのをちょっとこれから段階を説明したいと思います。FX として、まあ、ある N 値の多項式を与えようとしましょう。C0 プラス C1X プラス C2X 乗プラス C2 のまあ、こういう N 字の多項式が与えられたとしましょう。で、この時に、まあ、この係数はあらかじめ与えられているものとしますので、まあ、皆さんそれぞれ適当な値を代入して考えてもらっていいと思うんですけれども、これの係数ですね、C0 から Cn を何をしたいかっていうと、この x がイコール0におけるこの関数の値を使って表したい。ですから関数 f とかですね、それから1回の同関数とか2回同関数の値、表すことを考えましょう。で、なんでこういうことをするかっていうと、まあ、テイラーの定理を知っている人は、まあ、なんとなくこうあらすじが見えてきているかもしれませんけれども。この与えられたその初等関数、もしくはその微分可能な関数をその多項式で近似しようとしたときに、その多項式で近似しようとしたときに、じゃあその各項の係数をどう定めるかというのが問題になるわけですね。ですので、
その回数の定め方なんですが、実はその例えば今ですと x イコール0カルテにおける、f 何倍とか上から f ダッシュ何倍とか、まあ、そういったものを値を使ってその展開した時の、まあ、タコを禁止した時の定数が決められるっていうのが定数なんですけれども、まずはじゃ あのそのための足がかりをその多項式に対して計算をしましょうというのをちょっとこれから見てみたいと思います。でまず、まず最初に第0番目として、F0 を計算しましたね。0を代入すると、定数項 C0 だけが残りますから、そうすると、まずその、定数項 C0 っていうのは、F に0を代入した値でこう決めることができます。まあ、これは非常に当たり前の話でしょうか。で、今度は、今度はその、X の項ですね、C1 を決めたいんですけれども、それどうするかっていうと、この F の1回微分を取ります。で、そうしますと、1回微分を取ると、C1 プラス2倍の C2X プラス点点点点で、N 倍の CNX の N マイナス1乗というふうになりますよね。で、これに0を代入すれば、その F'X 定数と C1 が残りますから、そうすると C1 っていうのは、F の1回の導関数に、まあ、0を代入した値としてこう決めることができることが分かります。係数を求めようと思ったら F の4回の導関数を求めて0を代入すればよいというふうにこう順々にこう係数を求めていくじゃないか、実際にそうなるということが多分皆さん分かると思います。で、まあ点点点と言って、一般のその K では、F の正解の導関数ですね、ちょっとこれ書きにくいですが、K の階乗の CK プラス K プラス1から かける 2倍の C の K プラス1から2倍の C の K プラス1最後は K のかける 4-1 かける点点点の CNX の N マイナス1、あとこれに0を代入しますと、これがこうですね、
ですね、この係数項だけ残りますから、より9時のこう係数の推定というのは、交換数に0を代入して、そうすると、多項式の場合には、このように、その9次の係数を求めようと思ったら、その形態の導管数を計算して、その導管数に0を代入することで、その9次の係数に出てくる。まあ、めいたしというわけですね。で、じゃあちょっと皆さん、ここまでお願いします。まあ、多分、まあ、0、1、2とかいうところをやっていけば、多分、あとは皆さん自身でこの経るところが学んでできるかなと思いますが。で、これからやりたいことは、じゃあ、多項式のですね、多項式をの係数を計算するのに、この F の1回、2回、3回の導管数を使って計算することができるんだったら、一般の初等関数も同じようにその係数を計算することで、多項式を展開することができるんじゃないかっていう、そういうアイデアなわけです。まあ、より一般には、x イコール a なので、関数fx を、まあ、先ほどはこれ、x イコール0を代入したんですけれども、より一般的にはその、x イコール a で展開するという話をするので、でそれはどのようにするかというと、まあ、c0 プラス c1 倍の x マイナス a プラス c2 倍の x マイナス a の2乗。同じように、まあ、CA の場合には X マイナス A の N 乗点点点点と表したいというのがこう我々の目的です。で、先ほどこの多項式に対してこう計算を試みた限りでは、この CKで、これが F の形態微分に A を代入したものを K の階乗で割ったと、まあ、こういうのがさっき出たんですが、一般の関数に対してもこういう表し方ができるかな。疑問というか表せたらいいなというわけですね。で、結論としてはある条件のもとではこういう展開ができますというのが結論 でそれを言ってるのがこれからやりますこのテイラーという定理を、皆さんも聞いたことあるそのテイラーです。ここまで何ですか？あ、はい。
で言えば x マイナス a を使うから。もちろん展開は可能だと思うんですけれども、まあ、我々がその関数の様子を見たいと思ったときに、よく行われるのは、例えば x イコール a というある点に着目して、まあ、その周りにも関数を取り前に見たいというのがよくあるんですね。で、その時に、例えばこのような形で展開しておくと、例えばその x が a における値っていうのは、x が a における値を見ようと思ったら、例えばここの p に a を代入すれば、この1次以降の項は全部0になりますよね。そうすると、x が a の値でも、あとはこれだというふうに、非常によく分かるわけですね。で、じゃあ、今度はその x が a から少しずつ、こう、距離、離れていったときに、この関数がどのような振る舞いを示すかっていうのを見るのには、その x が a における a の値から、例えば1次項を付け加えていく、2次の項を付け加えていくっていうふうにして、こう関数の要素を見ていくと、この x イコール a を基準にしてみるときに、この展開の仕方が非常に見やすいのではないかというふうに思います。他に何かありますか？はい。それでは、あと25分くらいで証明が終わるかどうか分からないですけど、まあ、できることからやってみましょう。教科書では、64ページの一番下の行ですね。64ページにテイラーの行があります。まずその設計図の内容から書いてありますけれども、fx、関数 fx が与えられていて、でこれは、ベクター AB において、FL マイナス1回微分可能とします。それから、ここでその A と B というのは異なる値とするんですけれども、それからこう F 与えられた F から F の N マイナス1回の導関数は F 間 AP において連続とします。この時なんですけれども、この時、
この F の N マイナス1回導関数が、回復間 AB で、微分可能ならば C というのは、体育館の AB 以外の点なんですが、ある C が存在して、で次の試験はちょっと長いんですけれども、F の B イコール、F の A プラス、1の階乗は1ですね。A プラス A、B マイナス A プラス、6の階乗は2の階乗は B マイナス A の2乗プラス、で、A プラス B の解分の、まあ、A ですね。A オーバー N マイナス1の解乗で B マイナス1の B マイナス1乗かつ、ここがちょっと他と違うんですが、ここに C が代入されます。N 回微分には N 回導関数の C を入れまして、の階乗分の B マイナス A の N 乗が成り立つ。大丈夫ですか？はい。というのがテイラーの定理の内容です。ここで式を見てもらって気づいた人もいるかもしれませんが、ここのある回復間 AB の中の試験 C が存在して、F の N 回導関数に C を代入するというあたりは、実は先ほどやった平均値の定理とちょっと似てるんじゃないかと。平均値の定理は F の機械部分の資料がありましたと思う人もいるかも、気づいた人もいるかもしれませんけれども、まあその辺の話はまたあって、
色を今度映した形になるんですが、ここまでもですね、一番最後の方だけです。でこれはどういうことかというと、まあ、もともとこの y コール x があったとして、まあ、a と b でこの fa と fb っていうのをこう考えるんですけれども、で例えばここですね、この b-a の n-1 乗まで の、 項の感じで、あ、こんな風にこう禁じていきたいとしましょう。ここですね、n-1 次までの禁じ。でそれに対して FB はどうやって求まるかっていうと、あとこれだけの差の値をこう詰めればよろしいと。これは何か何かしらある次数をこう加えればいいわけです。でそこで、ちょうどここの部分に着目して、 b-a の n 乗っていうのもある次数で、それから l の階乗分の1っていうのもある次数ですから、そうするとこれに何か定倍すればちょうどこの穴埋めの部分になるよねっていう話ですね。まあ、ちょうどこの部分がここに相当する。このポイントを詰めれば、まあ、ちょうどこれが FB の値に等しくなると。でそういう差を詰めるようなこの K が存在しますというのは、まあ、適当に調整すれば存在するということで、皆さんも納得してもらえるんじゃないかと思います。全部これ上に載せておきます。関数ラージ FX を定義します。でまたちょっとややこしいかもしれませんけれども、このテーラーの定義の証明の方法は、実は先ほど平均値の定義の証明でですね、平均値の定義の証明の時はそのロールの定義が使えるような形でこう関数をこううまく変えたんですね。で今回テーラーの定義の証明も同じように関数をうまく変えて、
の経験値のデータが使えるような形で持っていきます。でその持っていく関数をこの LargeFX と置くんですが、それを今から次のように定義します。FD マイナス先ほど書いた照明無式の方もよく似てるんですけれども、FX プラス、こんな風にこう、非常によく似た形なんですが、こういうものをこう作っていきます。最後だけちょっと違うんです。最後にはちょっと違うんですが、任意の解乗分のここで先ほど使ったラージ K を出てきて、で DMI の X の N 乗こういう関数を定義じゃあ行きましょう。すると、まずこの関数について言えることは、ラージ F に B を代入すると0になります。なぜかというと、実際に見てみましょう。ラージ F に B を代入しますね。そうすると、ここから先の方、ここから後の方を見てみますと、ここは X に B を代入しますよね。そうするとここは B マイナス B で0になって、ここは B マイナス B で0になって、というふうにして、ここから後ろの方は全部0になりますね。で、最後に、ここの FB マイナス FX が残るんですけれども、X に B を代入していますから、FB マイナス FB で0になります。これで、ここのラージ F に代入すると0。これいいですか？で、それから、ウェブ定義したこのラージ K の定義から、F ラージ F の A も0になります。なぜかというと、この中括弧でくくった括弧先の部分ですね、ここから先の部分に A を代入しますよね。X2A を代入します。そうすると実は、この上の照明のところで書いた上の式の右辺に等しくなります。でこれ実はこれが FB に等しくなるようにこのラージ K っていうのを決めてますから、だから、この部分の第2項から最後の部分までに、X2A を代入しますと、これが実は FB に等しくなる。FB から FB を引いて全部引きます。ということで、このラージ FX っていうのはヘルカン AB で、ヘルカン AB で
連続、それから入った AV で微分化の、ということまで聞くと多分皆さん思いつくと思うんですけれども、これで平均値の定義が使えますよって、平均値の定義により、ある C ですね、入った AB の中の、ある値で、C に、あ、ごめんなさい、これ、ラージ F ですね。このラージ F の、微分係数が0になる。作るとラージ F の値っていうのは x イコール a でも0になるし x イコール b でも0になるということから平均値の定義が使えて、じゃあ a と b の間のある c で微分係数が0になるというのが存在するということがあります。でそこで、ああ、そっか、多分これこっちから、まあ、そこではそっち、そこでこのラージ F の1回微分っていうのを具体的に計算します。ラージ F の定義はここに、これ右側の黒板の上にありますね。でこれを実際に X で微分したものを計算します。だから、まあ、もし、これ、間に合わなければ、まあ、皆さん、こちらにラージ F の定義を移していれば、後で各自でもできますので、やってみてもらいたいんですが、実際に、まあ、できるところまでやってみますと、まず、ラージ FX の微分ですから、FB のところを消えて、それから、マイナス、最初の項が F' x ですね。で次の項を微分しますと、これ関数の積の微分ですので、まずこの前の因子を微分して次に次の項を微分します。これが2かける微分の項です。というふうにこうどんどんいくわけですね。すみません、ちょっと あと残り時間5分を切りましたので、まずバーッと板書していきますので、皆さん後からゆっくり見てください。で、最終的に、
最後の方は一応、まあこんな風になりまして、でそうしますと、実はちょっと一回告断されますけれども、この今黄色い箱で書いた部分が、たまにキャンセルしちゃうんです。ごめんなさい、全部マイナスですね。これね、で実は、この辺も全部消えて、最終的に、ここじゃないですか、ここまで消えて、最終的にこの項とこの項だけが残ります。その結果を実際に書きますと、こういう形になるんですね。ちょっとだいぶ省りましたので、この後で復習していただきたいと思いますけれども、で、このことから、実は、ここですね、ここが、ゼロになりますので、先ほど、この定理の最初の通り定理した K というのは、この平均値の定理によって存在する、この FNC ですね。F の N 回転にこの C を代入しなさい。を、代入することで、定理ので示すべき式を得ます。この授業を進めたいと思います。また来週やりましょう。お疲れ様でした。